2015年12月3日、中国新聞網によると、中国四川省で、男が、自分の妻の左手首から先を切り落とすという、ショッキングな事件が起きた。容疑者の男は38歳、妻とは、10歳の年の開きがあった。二人が結婚してから、自営を始めたが、暇な時間が多く、ネットで、他の異性とのやり取りをすることもあった。容疑者は、それを知ると怒り、暴力を振るった。容疑者は、店を閉め、妻を連れて他に移ったが、そんな容疑者から逃れるように家を出た。しかし、容疑者は、4ヶ月間探した末に妻を発見、自分の元に連れ帰った。そして、他の男と関係を持っているのではないかという疑念と、それでも別れたくないという思いから、妻の左手を切断するという凶行に及んだ。この事件に、中国のネットユーザーからは、狂ってる。結婚までしたというのに。女性は誰の所有物でもない。女性は結婚相手をしっかりと見極めないといけない。恐ろしい。今の人は一体どうしたんだ。一番恐ろしいのは、助けを求めた時に誰も助けないということ。